あれ、この写真。なんで写真なんて見つけてるのよ。って、翼ちっさ、いつの写真よ。これはお姉ちゃんがあの事件に巻き込まれるちょっと前に撮ったはず。その写真知ってるわ。いつだったか綾葉に見せてもらったことがある。綾葉さん、その写真持ち歩いてたんですか。ええ、お守りなんだって言ってた。お守り。ちょっと照れるかも。その時翼のことも少し聞いたわ。応援してくれる可愛い妹で、笑顔も可愛い。綾葉が言ってる笑顔と今のだらしない笑顔は別物よね。だらしない笑顔。別物かはわからないけど、綾葉の見る目は確かだったと。お姉ちゃん待ってて、絶対に助け出すから。これは使えるかもしれないわね。感動してるとこ悪いけど、つば何か家庭の話なんだけど、もしえ想像してみて、そうなってた時お姉ちゃんが復讐しようとした。そんなのわからん。でもすごく辛くて。ありきたりの答えだけど、感情がこも答え。今翼が感じてる心情が、犯人は家族を殺された憎しみで犯罪に手を染めたって設定でしょ。じゃあ犯人が抱いてる心情は、お姉さんを殺されたら。あ、そっか、犯人さんが抱く気持ちは私の気持ちと同じ。なんだか分かったような気がする。犯人の心情が分かったら、あと彼の心を動かせる言葉が。私の掴めたようね。はい、善は急げよ翼。監督さんを納得させるような演技絶対にやってやるんだから。翼、今からそんなに緊張してちゃ本番までにクタクタになっちゃうわ。肩の力を抜いていつもの翼でいて。演技をするために必要なものはもうすべてつかめているはずでしょ。うん、私自分のつかんだものを信じてやってみるよ。その息よ。さあ綾葉を助けに行きましょう。うん、来たかオリベ、今度こそちゃんと演技が。はい。じゃあ衣装着替えろ、オリベ。監督さん、私の演技にドキドキしてね。始めるぞ。よーい、スタート。犯人さん、人質を解放して投降してください。あなたにはまだ近づくなと言ってるだろう。でも本当に人間は俺たちも犯人さん、人間に迫害され、俺あなたの気持ちはわかります。でもあなたにはてめえ、
勝手なことばっか言いやがって、いい加減にしろよ。確かにお前は大切なもんを失ったかもしれねえけどな、今でもお前を愛してる奴がいるんだよ。そいつの気持ちまで裏切るつもりかよ。そんなこと私が許さねえ。あんたのためにもな。俺は間違っていた。カット。よしよし、 OK だ。うまく人物をつかめてたぞ。多少アドリブは入っていたが、それでいい、それがいい。間の取り方やセリフの端々は演技の一部、役者の領分、それをうまく調整できてこそ一流よ。のためにお前の姉に化けてたんだ。監督、あなたという人は。人質役と犯人役のモンスターはもう用済みだから片付けといてくれ。次が最後の現場だ。クールだって言ってんだろう。絶対に負けられない。バチか、難しいかも。とどろけ。うわ、お姉ちゃんに化けてたこと許さないから。失敗しないといいな。ここは私に任せて。私から行きます。パスです。おお、よろしく。キアミ、よろしく。任せろ、キリアさん。お願いします。行くわ。やったわ。怖いけど負けません。セッション、行けるか。放っちゃってください。俺から行く、よろしく。任せて。キリアさん、信じてます。行くわ。お願い。任せろ、エリー。ヤミ、いい感じ。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。行かずしよう。私から行くね。守りちゃん、頑張って。今です。任せろ、やらん。ヤミ、こんなもんでしょ。次はどう攻める。そうだな。オッケー。シーダに教わったといいわね。始めよう。次、ヤミ、キリア。援護、行くわ。ナイスコンビネーション、殲滅完了。俺はワルくんね。これで一件落着だね。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。うん、この力があなたを守ります。すごいですね、すごいです。いいですか。
二重人格の敏腕刑事真帆、天才的犯罪者を追う先に現れた意外な人物。追い詰められる真帆、彼女を苦しめる過去の因縁と、謎あり笑いあり涙あり、スタイリッシュクライムアクション、ハクションデカ真帆、この後すぐ。日本の平和は私が守ります。くしょ、てめえに人の道ってもんを教えてやるよ。なかなかやるじゃない翼。これなら本当のドラマ撮影でもうまくやれそうね。だといいな。そのためにも早く監督を解放してやらないと。そうね、さっさと次の現場行って。こん、うん、俺が力になる。行くぞ。ひとまずは安全か。俺が力になる。行くぞ。俺だって成長してるはず。よく頑張ったな、いつき。準備 OK だよ。この間合いなら。やった、みんなついてきて。続いてください。次、いただき。エリー、やれるか。続くわ。どうよ、私だってやれるんだから。その技は効果的なようですね。飛んでっちゃえ。続く、私から行きます。美月さん、だってよろしく。繋いであげる。繋いで任せろ。信じてるぜ。私もラスト、一歩一歩着実に。俺を構えろ、イツキ。ひとまずは安全か。